はいどうもリーマファリです。今回なんですけどもこちらの商品提供いただいております。こちらの商品はね 4K で撮影できる小型の防犯カメラとなっております。よろしくお願いします。はいということで早速ご紹介していきます。箱の外観こんな感じですね。それでは開封。こんな感じ、はい、まずは本体ですね。小さい、ほんと小型。フィルム外します。気持ちいい。本体外観ですね。背面にはね、充電用の USB 端子と SD カードを挿すところ、あと電源のオンオフのスイッチがついてますね。ちょっと電源入れてみます。電源入れるとこのように青いランプが点滅しますね。続いてこちら見ていきましょう。こちらはね、本体を固定する土台ですね。磁石でここはくっつくようになってます。あとは充電用の USB ケーブル、本体を固定するネジ、あとは固定用のシール入ってますね。箱の底面には説明書。説明書なんですけども、全て日本語で記載されてます。非常に安心です。そしたらね、本体と土台の固定をします。本体にね、このように溝が切ってありますので、それに合わせてこのようにね、簡単に取り付けていきます。角度もね、自由に変えられるんですよ。こういうところも結構いいですよね。とりあえずね、充電の方をしておきたいと思います。はい、今充電中です。ご覧のようにオレンジ色のランプが点灯します。こちらなんですけど、 2800mAh の大容量のバッテリーが搭載されております。で、待機時間はね、最長で230日で、フル充電の状態で毎日最大5分間のビデオを録画したとすると、最長で75日間も使用できるということになっております。小型なのにすごいですね。はい、ということでね、早速使ってます。こちらの使用方法なんですけども、お手持ちのスマートフォンで専用のアプリダウンロードいただくことになります。アプリで簡単な設定を終わらせたら、ご覧のようにね、使えるっていう感じですね。で、今の状況なんですけども、こちらにカメラ本体で、スマートフォンにはカメラから映し出されている映像が映っております。タイムラグはこんな感じですね。じゃんけんほいって感じで、今の映像ではカメラ越しなので画像の鮮明さ伝わりにくいかと思うんですけども、めちゃくちゃ綺麗です。で、こちらいろんな機能ついてまして、例えば不審者が現れた時にサイレンで警告しよう、そんなこともできるんですよね。電源のマークが出ますので、これを押しますね。という感じでね、音を出したり、で、あとはインターホン機能であったり、こちらね、音声、言葉ですね、話したりできます。あとは写真で記録したり、リモートで電源を落とすなんてこともできますね。とにかくね、簡単にご使用できます。あとね、横画面に変更することもできます。ここにね、4K と出てるんですけども、ここをタップすることで画質の変更もできます。これめっちゃすごくないですか？ほんとね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。それとですね、スマホからカメラのズームとかもできるんですよね。これすごくないですか？すごいでしょ。あとは暗視モード付きということで、暗闇でも鮮明に映像が確認できるようなんですよ。ちょっと試してみましょう。部屋の照明落としました。めちゃくちゃ鮮明に見えます。これすごいです。暗闇でも余裕ですね。これはね、かなり驚きです。あとはこちらのカメラの性能ですね。超広角の撮影が可能ということで、まあこれカメラ本体ここにあるじゃないですか。私ここに手を置いてるでしょ。この距離感なのにこんなに広くね、映像が映るっていう、ほんと広範囲をカバーします。説明書によりますと、水平の視野角105度と対角115度の超広角撮影が可能ということになってますね。超小型カメラですが、圧倒的な広い視野を実現されております。はい、ということでめちゃくちゃ簡単に説明すると、まあこういう感じなんですよ。設置の方法ですね。基本的にはこちらの面がマグネットになってます。こういうね、金属があるとバチッとくっつくんですよ。金属面があるところに対しては取り付けは非常に簡単です。で、金属面がなくてもこちらが付属してますので、こちらを壁に取り付ける。穴が開いてますので、ネジで壁に直接打ち込んだり、壁に穴を開けるのがちょっと嫌だなって時は、こういうね、両面シールも付属してます。両面シールを貼って、あとは本体を付ける。まあ、このような取り付け方法もございますので、非常にお手軽です。磁力もね、結構パワーがあります。なので簡単に外れることはまずないと思います。っていうね、超優れものなんですよ。これすごくないですか？はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の商品ですね、かなりの優れものだと私自身感じております。設置はしやすい、使用もしやすい、そして高画質、通話も可能ということでね、非常にお手軽感がありながら素晴らしい性能を備えてます。やっぱりね、今の時代って防犯カメラ必要だと思うんですよね。まあ今回の商品はね、防犯カメラの用途だけじゃなくてね、
オフィスに設置したり、ペットを監視したりね、いろんな用途に使うことができると思うんですよね。実際使ってみて本当にいいなと思いました。こちらの製品なんですけども、購入先のリンクですね、 Amazon のリンクになりますが、この動画の概要欄に貼り付けておきたいと思います。気になった方はね、そちらの方からぜひぜひチェックをしてみてください。それではね、今回の動画終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。